マイカちゃん、おはよう。おはよう。あ、カホさん、真冬さん、今日はなんだか髪型が今日はね、ポニーテールデーにするんだってさ。これで接客だよ。だからって、なんで俺たちまで。統一性は大事だよ。似合ってますよ。うるせえ、触んじゃねえ。ポニーテールというよりはちょんまげ。うなじが好きぜ、わかる。二人は髪が長いからいいけど、私は少しやりにくいわね。真冬さんはもっと伸ばさないの？いろいろアレンジできて楽しいよ。あ、三つ編みとかお団子とか、もちろんツインでも。次、次、ツーサイドアップ、ツーサイドアップを。でもやっぱりマイカちゃんなら王道、黒髪ストレートロングだよね。反面テンプレってほどの無個性のデメリットも兼ね備えているけどね。あの、大丈夫、マイカちゃんならオーラバリバリじゃないです。私は個性強い。すみません、すみません。私やたらと髪が細くて、そのせいで言ってないと静電気で爆発してしまうんです。そうだったんだ。でも大丈夫だよ、静電気くらいなんとかなる。メデューサ、真っ黒クラゲ、静電気だこ、魂に。なんか過去のトラウマゲートが開きかかってんぞ。マイカちゃん。